はい、こちらプラプラ病院緊急外来です。え、なんですって。大丈夫ですか。大丈夫ですか。予約取ってるか。取ってます。 OK、 緊急だ。緊急患者の搬送です。寺野良健さん25歳、ビルの屋上で倒れた模様。大丈夫ですか。意識レベルは JCS30 です。うわぁ、うわ、なんだ。大丈夫ですか。しっかりしてください。ここは一体？目を覚ましましたか？あれ？何これ？え？あれ？胸がある。え？それにナース服？タコ先生、どうしたんですか、そのお姿は。ヤスこそ、何よその格好。実は、患者さんに噛まれてから先生たちのお姿が。何よこれ。私、女の子になってるじゃない。はい、おそらく最近流行りの女体ウイルスかと思われます。そういうことね。なら早く治療しないと。そうね、サナちゃん、早く注射器を持ってきてちょうだい。実は注射器は数が限られているんです。ルールを説明するわ。このエリア内に魂があるので見つけ出して治そう。女体はこの注射を使って治すことができるわ。ただし、この魂を5個集めないと注射器は使えないの。このエリア内に注射器は2個しかないから、早い者勝ちだわ。ボールに当たった人は魂を相手にあげなきゃいけないわ。魂が0になったら死んでしまうので気をつけよう。ダー！それではナースドッジボールスタートよ。ではいきます。ナースドッジボール、よーい、スタート。なんでやる。誰もおらんやん。いい、こんなんで。魂ないからね。あ、え、何この状況。何ちょっともうちょっと落ち着けて。10秒時間をやろう。探せ。逃してるよ、この人。ずっと伸ばしとったやん。探せ。見つけた。ここやばい、ここやばい。とりあえずタコ君にぶつけに行きます。いけー。あ、待って、まだ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 うらぁ、魂起こせ。うらぁ、魂起こせ。カツアゲされたんですけどね。あと3つになっちゃった。3つです。え、待ってくれ待ってくれ、一回相談しよう。ちょっと待ってくれ、みんな今何機持ってるんだ。言うわけねえだろそんなの。ほら1個あげるよ。え、そんなの何が。何個持ってんの。今、4つだ。4つ。ほら、やだ。うわぁ、くそ。くそ、ちょっと待って。うわぁ、やばい、2個やっちゃった。みんなから奪ったのが3つや。4つになりました。あと1個や。あんたを倒せば私はもしかして助かるんじゃない。あんたを倒せば、俺も助かる。もうやべやべやべ。ボール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 ボあ、逃げやがったあいつ。4つです。あと1個。これにしましょう。3機あんの今。3機。何機あんだ。3機だ。じゃあこれはそうだな。9機だな。おー、来た。
常識の範囲で投げてくれよ。常識超えてるやろあれ。足でよかったよあんな。ねえ、他当たってたら俺息できんくなってたよあのスピード。許されへんな。ヤス君ボコボコにしてきますわ。あと1個なんだ私は。探します。あと1個。俺1個しか見つけれてないんですよね、自力で探した魂。拾われてないの。佐野は今何機あんの。どれ、ほんまに。おりゃー、ほっとしょ。なんで注射器を探して。残念だったな。そんなん教えれるわけない。お腹が来た、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 お腹が来た。当たった今。いや、どうだった。あれ、何がどうだった今。当たった。え、誰が、どれが当てた。あんた。許せんのお主。返して、さっきのルール丸腰を二人が言うだけでこっちで、ね、有利なんだよ。あと残り6分。ハニートラップ作戦。あ、ちょっといらっしゃい、いらっしゃい。あと、どうした、大丈夫。実は今何個持ってる。私あと1個です。ほれ、よっしゃー。イエーイ。残り5分。あれ、違う。どうしてもあそこの注射器が欲しいです。取りに行きます。早く遠ざける。あの2人をあっちに遠ざけて。こっちにいたら当てるぞ。向こうに行け、向こうに、向こうに行け。え、6個目見つけちゃいましたね。あれ投げて彼女のルールを乗せて戻ってきました。これが欲しくないのかお前ら。欲しい。おいら、行け。欲しい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 。あと1個や。ということで、ワクチンを打たせてもらいます。ヤス君はクリアです。よし、残念だったな、お主ら。悪い、先に元に戻らせていただく。にゃん、いやせってことで、ゲーム終了でーす。ヤス君、注射しました。結構作戦にまんまと引っかかりましたね。うわ、あの、俺ら犬なんで手が投げたらすぐ行っちゃうよ。おい、行け犬やろ。すぐ行っちゃうのよな。さだまるです。うわ、最悪だ。罰ゲームを発表します。まあ、せっかくナースなんでね、まあ、ナース姿でですね、一発芸をね
披露してもらいましょう。いやまあ一応病院とかね、ナースにちなんだ、まあ、ネタでお願いします。プラプラで一番一発ギャグ得意なさなまるですからね。俺ももしのぶ一発ギャグの本心ですよ。メンチ切ってんじゃねえや。これはでも怖い。去年のやつやからちょっと。じゃ待ってもう一回。注射意味ないし。ナスちなんでんねん。耳真っ赤。違うやないかってなると思ったんです。テイク2ですね。テイク2のやつが一番。待って待って本当にやって一番すぎた。え、さあロケ地もう閉まってます。やばいやばい。やばいやばい。またやったやった。あと5分でちょっと。一番苦手なやつ。着替えて着替えて出な。着替えの感じもあるしな。カメラ回す。吸収してきた言うてたね。一発ゲームいっぱい盗んできたで言うて、ま、本当に待ってください。本当に待ってください。待ってこの時間が長引けば長引くほど面白くなくなってくる。大丈夫カットされてるから。経過の感じでこうやって時間を進めてくれるから。いっさんさんあにーあいじいじい。野菜ください。すいません、ここにはナスはないんですよ。ナースありがとうございました。いや、これ一番きつい。なるほど、なるほど。どうするな。ナースとナスをかけて、そういう感じ。野菜屋さんです。早く切ってくれ。ナースは待って、言っちゃう。ナースはない。わかりました、皆さん。ありますよ。野菜くださいって言って、ナースはないですの。そのナスっていうのは、彼女はナースとかけてナスって言ったみたいな。確かに語呂はいいな。語呂はいい。やめてよ。これがボンボン TV、ヨッチさんから学んだネタ。これ本当に間違えた。すごい、めっちゃ面白かったよな。でも、すごい、俺らも解説できるぐらい。はい、ということで、この動画が面白いなと思った方はグッドボタンと、チャンネル登録と、そしてコメント、よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので、見てみてください。せーの、ナスナスナースでナース。もうやめてくれ。なんと、プラプラムのグッズを作りました。グッズを作るなんか俺ら初めてちゃう。確かに。え、どんなグッズなの。はい、今回はですね、3つ作りました。アクリルキーホルダー、ステッカー、ボールペンです。ちなみにこのキーホルダーとステッカーは僕がデザインしました。そしてそしてこのボールペンはスーパー女子高生をモチーフにして私がデザインしました。3つともめっちゃ欲しいんだよ。こちらはムーから購入できますので、概要欄にある URL に飛んで購入してみてください。皆さん、ぜひぜひ買ってね。待ってるよー。